皆さんこんにちは、るりこです。さあ、ただいま私は埼玉県の桶川市にある桶川スポーツランドに来ております。今日はランクアップスクールっていうサーキットの練習会に来ています。では今日は一日サーキット練習頑張ります。さあ、というわけでね、声がガスガスなんですけど、すいません、ちょっと風邪気味で、はい、で今日はランクアップスクールっていうのは、私が以前 CBR250RR で筑波1000を走った時のランクアップ走行会と同じ感じのスクールです。で今日違うのは、レンタル車両を借りて走るので、まあ、自分のバイクではないので、好き勝手って言ったらあれですけど、いつもよりチャレンジできるっていうメリットがあります。今日めちゃめちゃ寒いんですよ。埼玉県に濃霧注意報が出てて、来たら真っ白だし、気温マイナス1度だしみたいな、めっちゃ寒い、手がかじかんで動かない、草薙がうまく切れない。今は12月の14日かな。 Cグループさん、走行を始めます。やばい、 C です。私は Cグループさん、走行を始めます。すいません、すぐ行きます。
はい、ただいまお昼休みです。午前中は1回コースに走って、コースがどんな感じなのかと、あとはパイロンを立てて定常演をやったりしていました。私が苦手な上半身の力を抜くっていうテーマもあったので、すごいためになりました。左回転はね、うまく力抜けて、足に力入れて腕の力を抜いて肘を出すっていうのね、うまくできたんですけど、右回転が途端に下手くそになるんですよね。いやー面白いね。いや基礎って大事。というわけでご飯食べよう。チキン南蛮。あ、してる。いってらっしゃい。頑張って。出陣します。全然大丈夫ですよ。はい、というわけで無事にランクアップスクール終了しました。今日はまさかの肘すりができると。今日はまさかね、肘すりまでできると自分でも思ってなかったんですけど、できてすごい嬉しいです。でも右側がめちゃくちゃ下手くそなんだなっていうのもよく分かったので、また右側も練習したいと思います。楽しかった。というわけで今日は12月14日なんですけど、年内最後のサーキット納めだったかな。はい、2022年、たくさんサーキット走って恐怖症だったんですけど、それがだいぶなくなって、もっと上手くなりたいっていう気持ちの方がね、大きくなってきてるので、来年はもっともっと頑張りたいと思います。これがいつアップされてるか分かんないんですけどね。というわけで今日最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。While when you're away, do I miss you? Is it just because?
I can't kiss you as the dishes in the sink or the lack of a wink, or just because I love my life.